はい、どうも雨和でございます。本日も食器ご紹介していきたいんですけども、今日ご紹介したいのは、最近古さが逆にいいよね、レトロさが逆に可愛いよねってなって、まあ、人気になってきてる食器なんですけども、こちらのシリーズでございます。はい、アラビアのオトソというデザインでございます。このようなデザインで、周りにブラウンのラインが引かれて、真ん中に何やら古めかしいイラストが入ってますね。このあたりがすごくレトロで古い印象があるんですね。食器自体の色合いもブラウン系の、まあ黄色というか黄土色な感じ、全体的にこの茶色っぽい感じで統一されたデザインのお皿です。1975年から78年の間に生産されたと言われてて、意外とね、製造期間が3年とか4年とか短いんですね。形はウラプロコッペの S モデル、北欧食器、北欧ヴィンテージでは定番の形ですね、 S モデルで、このデコレーションを手掛けたのがライア・ウオ・シッキネンでございます。この不思議な植物のイラスト、なんかカルチョーフィみたいな感じのやつね。力強いラインと大胆なデフォルメっていうのが非常にライアウオシッキネンっぽいデザインですよね。で、この絵柄があることで、この色合いとかもそうなんですけど、非常にレトロというか古めかしい雰囲気があるんですよ。でもその古さこそがヴィンテージとしての存在感があるよねっていうことで、最近すごく人気なんですよ。一応僕今ライエオシッキネンがデザインしたって言ったんですけど、これね、昨日ちょっと調べてたら、面白いことにいろいろな派閥がありまして、ライエオシッキネンと言いながら間違ってるかもしれないんで、そのあたりちょっと動画の最後でお話ししていきたいと思います。で、このオトソのプレート、今真ん中に絵柄入ってますけども、絵柄のないプレートというのもございます。こちらのデザイン、真ん中のね、古い絵が抜けて、単純にこのレトロなブラウンだけが残った、なんか可愛い感じのお皿になってるんですよ。僕は結構こっちの絵柄ない方が好きやったりするんですね。真ん中のイラストがちょっと古くて、苦手やなっていう人でも、まあ、絵柄なかったら、あ、今の日本の食卓でも結構合わせやすそうだぞっていうところでね、僕は結構最近おすすめなんですけども、今までオトソの絵柄なし食器って全然流通はしてこなかったんですよ。このオトソとかアネモネとか、こう絵柄のある食器が非常に品薄で高騰化してきたことで、こういう絵柄なしプレートっていうのも表に出てきたんですね。なので最近はかなり手に入れやすくなってるんですけども、僕は結構おすすめの絵柄なしプレートで、最近この絵柄なしプレートに関して面白いものを見つけたんですね。ネットでなんか謎の食器があるぞということで、売られてたものをとりあえず買っちゃいました。それがこちらでございます。はい、なんか絵柄のないカップとソーサーで、裏のロゴはアラビアとは書かれてるんですけども、シリーズ名がどちらも書かれてない。なんかちょっとね、色合いも違っていますよね。はい、これ皆さん何のシリーズか分かりますか？まあ、話の流れ的にね、まあ一択ではあると思うんですけども、時々ね、いろいろ探してると、こういう謎の食器っていうのが売られてて、僕はこういうのはね、何だろうと思って好奇心とか、こう興味本位でね、面白がって買ったりするんですけど、今回もとりあえず買ってみました。買ってみないとね、分かんないんで、とりあえず買ってみて、あ、やっぱりそうかっていうことで、まあ、納得したんですけど、これはオトソの絵柄なしカップでございます。本来オトソはさっき言ったこういう絵柄が入ったものが主流なんですね。で、この絵柄がコーヒーカップだと、こう周りにアネモネみたいにぐるっと描かれてます。コーヒーカップ、ティーカップ、クリーマーとかね、いっぱいあるんですけども、コーヒーカップにも絵柄なしがあるんやっていう新たな発見をしました。これはね、今まで僕見たことなくて、これ以外にもまだ見つけられてないんで、もしかしたらすごく珍しいかもしれないし、これからどんどん出てくるっていう可能性はあります。こっちの
ソーサーはちょっとね、オトソとは色味違ってるけど、こっちはなんやねんって言ったら、オトソではないんですよ。こっちはね、このグリーンっぽい感じ、これはね、完全にコスモスでございます。アラビアのコスモスシリーズの、コーヒーカップのソーサーで、こっちはオトソの絵柄なしのカップ。しかもこの2つの食器、裏面にシリーズ名が入ってない、どっちも。でコスモスもオトソもシリーズ名が入ってないタイプのロゴっていうのも少ないですけどあるんですよ。でたまたまその2つのスタンプやった。でそれがどっかで、なんかようわからん食器となんかようわからん食器がどっかで重なってこういう風になっちゃった。で誰かがこれを手に入れた時に、なんだこの食器は、謎の食器やっていうことで販売されたと思うんですね、おそらく。まあそういう感じでこういろいろ50年とか経っていく時代の中で、なんか不思議な食器の組み合わせというか、謎食器がいろいろ生み出されていくわけなんですね。まあ珍しいオトソの絵柄なしカップ、もしかしたらティーカップとかもねあるかもしれないですね。イラストが抜けてね、単純に可愛い色合いの S モデルのカップみたいになってます。僕はなかなかいいなと思ってるんで、また今後見つけれることがあれば、まあお店とかでもね並べていきたいと思いますけども、まあ、現状今自分のコレクションの1個しかないんですね。まあ、そんなわけでこの古いヴィンテージとしての存在感はしっかりあるオトソはね、最近人気なんですけども、このちょっとずつ市場に出てきてる絵柄なしプレートも、雨風はおすすめっていうか、僕はこっちの方が好きやったりするんですけど、こっちもなかなかおすすめだぜっていうことをご紹介、させていただきました。それからですね、冒頭に言ってたオトソのシリーズを誰がデザインしたか問題っていうのがね、ちょっと僕の中で出てきまして、これなかなかね面白いことになってるんですよ。僕はねこのオトソのシリーズは、ウラプロコッペの S モデル、それからデコレーションはライアウオシッキネンがデザインしたと思ってるんですね。まあ、僕の参照できる、まあ、資料的なもので見てもそうなんですけど、デザイン的に見てもやっぱりねウオさんであるということはなんか間違いなさそうではあるんですけど、まあ、お店のねこう商品説明を書いてる時に、最終間違いないかねネットのいろんな情報と参照して調べ直したりするんですけども、今回も、まあ、ライアウオシッキネンで間違いないよなと思って調べてたら、初めに出てきたのが GOG、 デコレーションは GOG がしたっていうんですよ。グンバール・オーリン・グランクビストやったっけ、 GOG さんね、アラビアのコスモスとかデザインした人ですけども、 GOG って書いてて、え GOG がデザインしたの、ウオさんじゃないと思って調べてたら、他のサイトも GOG って書いて、えマジと思って、でよくよく調べてみると、 GOG 派とライアウオシッキネン派のこう2大派閥があったんですね。僕もライアウオシッキネンがデザインした、いかにもデザインしたとか言いながら間違ってたらめっちゃ恥ずいんですけど、めっちゃ恥ずいんで間違ってるかもしれないっていうことをね先に言っときます。ちょっとねお店の名前出して申し訳ないんですけど、なんかね GOG 派とウォシッキネン派2つ派閥があったんで、お店ごとのねこう派閥を言わしてもらうと、まず GOG 派はですね、まあ、有名なお店で言うとピップリさん、リベルテさん、ロッタさん、トコトコ K プラスさん、ルスカさんとかが、まあ、GOG とウラプロコッペのコラボ作品だということを言ってるんですね。結構ね今並べたお店も昔からやってるお店が多いですし、信頼性もね高いと思うんで、自分が間違ってるのかなと思いつつ、僕はまあライアウォシッキネン派ということで、ライアウォシッキネン派はまあ僕のお店ムチーフ、フィンランドのアスティアリーサ、それからキルシッカさん、ピップリケラさん、そして、福屋さんとかがねライアウォシッキネンだと書いてたので、まあなんかねどっちも昔からあるお店やし、いや長いことやってるし詳しい人だと思うんですけど、どっちなんですかねこれ実際。それがねなんかわからんくなってきて、大きいお店が2つ派閥に分かれてて、これは一体どういうことなんやろうと思いながら、僕の中で日本の北欧ヴィンテージショップで一番情報の精度が高いなと思ってるのはやっぱり福屋さんかなって思うので、まあ福屋さんと同じ意見ということで、
なってんじゃないっていう思いながら、もしかしたら GOG のデザインかもしれないということをね、あらかじめ言っておきたいと思います。魚式記念派のお店はね、僕どこも好きなお店なんで、まあ間違っててもね、一緒に地獄に落ちる地獄に落ちんけど、道連れということで、まあ良かったかなと思います。以上、アラビアオトソのお話でした。古いお皿、なかなかね最近も人気です。よければ参考にしてみてください。アメカズでした。バイバーイ。